はい。こんにちは。心理学をもっと身近に、えー、学術系コンサルティングのセカンダリー幼さないでございます。この動画は弊社の、えー、心理学基礎実験という講座の内容を毎回5分程度で、えー、少しずつお話しするものです。 大学院から心理学を専攻されて心理学の研究法を体験していない方や、学部学科は心理学だったけれども実験実証はよくわからなかったという方、心理学の学部学科に進学したいけれど心理学の実験ってどんなことをするのと事前に興味を持ってくださっている高校生やその保護者の方、企業で人事系のお仕事をされていて、研修やマネジメント戦略の効果検証をしたくて、その方法のための参考にしたい方などを対象にしています。もちろんその他心理学の各種試験の対策や 教養のたためなどにおお役立てくくださいいいよろしくお願いいたし願ます、えー、ということで、今回は実験における倫理的側面ということですけれども、まあ、この講座の冒頭の方にも、えっ、ー、と、まあ、倫理、えー、大事だよとお話をしましたけれども、まあ、最近ディブリーフィングとかも出てきたので、改めて、えっと、軽く触れておこうというお話です。